こんにちは、こんばんは。またまた更新しちゃいますよ。元祖餃子にんにくごまだれラー油ゆいラジオですよ。ええ、こっそりやってますよ。うん、ゆいラジオ始まります。では早速、しげちゃんを呼んでみたいと思います。いやー今日はですね、はい、今日はというか、はい、最近そのメッセージボードで、はい、和字星人気がすごいじゃないですか。星マークがついて、和字星マーク人気がもうほとんど、もうゆいさん、和字さん、こんにちは、はい、まあ、たまにしげぞうさんなんてあるけれど も, もうほとんど和字さんですよ。このもう最近は、はい、そんな中ね、はい、やっぱこのゆいスタッフのチームとしてはですね、はい、あの男前をですね、はい、紹介しないわけにはいかないじゃないかと、ゆいさん、はい、思いませんか。そうですね、今日来てるんですよ。お、ゆいさん、ちょっと紹介してやってくださいよ。そうですね、では声聞いちゃいますか。はい、じゃあゆいスタッフ、はい、愉快な仲間たちの、はい、一位を、はい、呼んでみましょう。はい、一位です。はじめまして、はじめまして、皆さん、ゆいのスタッフの一位です。うわーなんかすごいよ、すごい。うわー、なんかすごいね。すごい、一位ね。いや、もうだってあれでしょ、うん、やっぱり最近ね、うん、なんか、なんだかんだ言っても、和字ばっかりで。そうなの。ちょっと焼いてた、実は。ねえ。ちょっとジェラシー？ジェラシーしてたよ。ねえ。今日はもう、ほら、一致。だってメッセージボード多いんだもん。すごくもう和字ばっかりでも。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。なんか、どうですか？一致は。はい。ホームページ周りとかも、ちょっとこう、うん、盛り上げつつね。そうですね。ホームページ周り結構僕いろいろやってるんですよ、実は。はい。メッセージボードの承認とか。はい。で、スタッフレポートもね。はい。実はよく書いてたりするんですよね。そうですね。スタッフレポートもあるんですよ。一位が上げてくれてるんですよ。ありがとうございます。そうなんですよね。ただ最近やっぱ和字ばっかり前に出ていくから、はい、ちょっと嫌だなと思ってね。はい、まあ。梅雨時ですしね。ちょっと。うわ、来た。来た。ちょっと。僕の出番は今日はないんですかね。和字や。じゃあ和字登場。ちょっと。じゃあ和字登場や。今日はイッチーさんですか、うん、全く触れてないのにいたんだね、そこにね。全くいないと思ってたよ、今みんな多分。仲良さそうに出てきたね。なんか3人で仲良さそうにやってるけど。いいじゃん、もう僕はないんですか。たまにはいいんだよ。いや、てっきり僕、ちょっと、レギュラーなのかな。ちょっと、もうこっちの方が、こっちの方がジェラシーですよ。なんでの急にレギュラー。え、曲もうちょっとなんか、導入を取れんの、なんか、あー、デビューなんだけど、デビュー。ちょっと。こんなんじゃ悲しくて、こんなんじゃ終われない。わかってるみたい。びっくりした。
びっくりした。イッチー登場、うん、そして、横にいたワジーが、うん、ちょっとジェラシーだと言って入ってきましたみたいな。たまには俺じゃいいんじゃないかみたいな、うんうんうん、まあいいわ、愉快だね、うん、仲間たちが、はい、今日は愉快ですよ、出てきましたが、はい、せっかくね、はい、来ていただいているので、うん、まずイッチーの方から、はい、ね、僕ですか、僕ですよ、はい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 、やっぱでも、うん、ホームページで、はいはい、やっぱりみんなさんからのね、そうですね、ちょっとこんなものやりましょうよみたいな、あー、ぜひね、いいですね、ぜひ、前でもゆいたんかやった時は、うん、スタッフもみんなね、うん、もう愉快な仲間たちも確かにね、愉快楽しかったんだけどね、うん、みんなにすごい悪いことした、うん、たくさんを出してくれるんだけど、うん、僕らがね追いつかなくて、うん、もうみんな一生懸命承認したんですけどね、そう、笑いながらね、うん、みんなしかもそれぞれセンスが出るんですよね、そうなのそうなの、うん、みんな選ぶところはちょっと違うんですよね、だからそれぞれチェックしてる人によって上がるツボが違ったりとかして、うん、ね、そうそうそう、ありましたね、あれ、うん、一またどうですか、なんかああいうこと一夜限りとかでいいと思う、うん、やっぱ短歌とか俳句とかはいいと思いますよ、やっぱ皆さん参加型でできるから、うん、あれ短歌が五七五七七でしょ、うん、だから五七五短い方がね、うん、いいですね、川柳、川柳、川柳、ゆい川柳、いいこと言いますね、どっか一日でゆい川柳、いいですね、どっかで決定、だって間が空いたよ一今、どうせ僕ばっかり承認になるんでしょうみたいな感じの、そうですね、そう、うん、そういうことあります、大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか、一、何、うん、何、いいと思うってよく言うよね、いいと思うって言う、どうかなって聞いたら、うん、うん、いいと思うって言うよね、言うよね、本当そういうこと言う、うん、言う言う、だから口癖、うん、いいと思うの返事のまで、うん、本当にいいのか悪いのか、本当にいいのか悪いのかが分かる。すぐ言うけど、すぐはね、うん、いいと思うっていうのはすぐ本当に良くて、そう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 、ちょっと間が空いてから、いいと思うっていうよりは、まあ、そんなちょっと考えてみようかなっていう。みたいな。わかるわかる、ゆいさん。俺もそうやってイッチと話すときは、感じてるよ、ね。どういうもんなのか、ちょっと探ってみる。面白いこと言いますね、二人。探ってみる測定にはちょうどいいですよ、ね。ちょうどいいと思う。だって返事はいいと思うなんだから、うん、絶対いいと思うしか言わないけど、後から、いや、ちょっと無理だと思いますっていうね。二人に言われたらな、なんかリアルでちょっとな、うん、あれだな、うん、いいと思う、そういうのいいと思う、いやいやいや、あとなんかね、うん、ゆうさん、うん、これね、せっかく今イッチも来てくれてるので、うん、なんか面白いコーナーをね、イッチね、うん、これね、いいですね、なんか作りたいですね、もう一個でね、イッチがね、うん、実はね、うん、面白いコーナーを、うん、実は考えていて、うん、あとはゆいさんの許可をもらえばやろうかなと思ってるのが一個あるんですよ。そうなんですよ。ラジオで言っちゃう？ラジオで言っちゃいますよ。ゆいさんがここで、いや、それやめようよって言ったらなくなるっていう企画を、じゃあちょっとイッチの方からプレゼンしてもらいます。プレゼンします。はい。いいと思う。早っ！さすがに。さすがに。さすがに。腕上げてみてね、これ。はい、じゃあお願いします。はい、イッチさん。実はね、はい、動画がないなと、今。そう。うん。そう。ファンクラブの方にはね、そういうコンテンツも若干あるのかなと思うんですけど、はい、みんなで見れる動画がないなって思ってるので、うん、まあ、そのみんな持ってる携帯のね、うん、その動画を使ってなんかできないかなと思ってて、うん、携帯の動画でね、携帯の動画を、まあ、ちょっとこう、うん、今ゆいさん何やってるっていうね、こうレポートをしたいなと思ってるんですよね、うん、なるほどね、いいですかね、ゆいさん、何の動画、おっと。すごいね。具体的に。そうそうそう。どんなのか。あ、どんなのかってことね。うん、例えば、はい、ジャケ写を撮影してたら、はい、その時こう、ジャケ写を撮影してるとこ、ちょっと遠くからゆいさんをちょこっと撮って、うん、ピキョンと言うから、ボタン押したら、うん、ピキョンからピキョンまで出すよ。うんうん、もう一回言って。うん、どっかどこまで？せーの。どれかわかんない。ゆうさんね、せーの言うときは、ちゃんとこれだってわかるんですね。わかるときに言ってないですよ。わかんないですよ。じゃあ、ピキョンからピキョン。そう、ピキョンまでね。ピキョンだけ、うん、ピキョンからピキョンまでね。まあ、じゃあそれはこと、後々ね。後々そう、相談してみて。思ってます。なんかその携帯のね、はい、画像は悪いけど豆に撮れるみたいなね。そうなんですよ。まあ、リアルかなと思ってますね、うん。あ、そんなのもあったらいいかなと思いますね。うん、いや、いいと思いますよ。いや今日はですね、たくさんお便りが来てますので、はい、たくさん手紙をね、うん、わじっちーのね、うん、話ばかりじゃなくて、うん、ね、俺たちっちーのハガキも読めよ、みたいな。俺たちっちーって何ですか、うん、そんな声が聞こえてくるんでね。初めて聞きましたけど。まあ、俺の方としてこれ、あれですよ。おハガキ読んでいきますけども、千葉県のさとみさん、大学生女性。はい。あ、これそうなの。ゆいさん、うん、ゆいラジオ次回で25回目おめでとうございます。
おめでとうございます。ゆうさんありがとうございます。多分合ってるね。ね、私は生放送されたスペシャルをいくつか見逃しているだけで、うん、ずっと聞いていますよ。これからも長く続けてくださいね。あとね、うん、大阪府のラビットさん、中学生女性、ゆいラジオはずっと自分だけしか聞いてないと思っていた。ある日学祭の準備をしながら、アルバムを流していたら、メリーゴーランドのイントロ終わりで友達が、それではしげぞうさんを呼んでみたいと思いますって言ったんです。今ではその子と二人だけじゃなく、クラスの男子とも、ゆいラジオの話題でいっぱいです。だって。続きまして、ゆいさんの質問もいくつか来てますね。はい。奈良県の、コンペイトーさん、男性、高校生。ゆいさん、こんにちは。溶けないアイス。グニャラーは、バナナ味のアイスで、パッケージには、食べるのをじっとこらえて曲げてみると、七五調の説明が書かれています。曲がった姿はバナナのようになるみたいです。だんだん、ゆいさん、溶けないアイスの謎が溶けてきましたよ。いや、もっと謎になりますけど。そうなんだって。どういうこと？だから、でもね、すごい探すんだよ、溶けないアイスと、ブラックモンブランは。でも、見つからないね。見つからない、うん。普通のコンビニとかには売ってないですよね、そのグニャラー。もう名前までは追いついてるんですよ。グニャラーというっていう。これはですね、ぜひぜひ、ちょっともっとね、追加情報が欲しいところですね。はい。はい。千葉県の二郎さん、男性社会人。はい。和地さんにお願いがあります。はい。普通に出てきた。普通に入ってきた。はい、はい、はい。マックスコーヒーを、全国のゆいラジオファンに教えてあげてください。和地さんは知ってますよね、だって。マックスコーヒーですか？マックスコーヒー。ちょっと待ってね。ゆいさん、マックスコーヒーなんて聞いたことありますか？ないですね。和地さん。はい。マックスコーヒー知ってますか？千葉で売っているっていう。お細いロング缶の甘いコーヒーですよね。もう一つ読んでみますね。千葉県北狐さん。男性、大学生。九州限定のブラックモンブランがゆいラジオで話題になっていますが、千葉にもそういうのがあるんですよ。それがマックスコーヒーです。略してマッカンなんて呼ばれています。っていうですね。千葉勢が、まあ、ここ二人だけですけども、マックスコーヒーっていうのがあるんで、ぜひ紹介してくれというお便りが来てますが。僕が紹介するんですか？僕が紹介するんですか？ワジさん知ってましたか？僕聞いたことあるんですよ。飲んだことありましたか？飲んだこと、一口二口ぐらいなら。それ誰から一口もらってるんですか？イッチーさんから。イッチーはですね、なんで休んでんの？イッチーはいますよ。います、ね、いますよ、ここにいますよ、はいはい。マックスコーヒーって知ってますか？僕はマックスコーヒーはね、これ実はね、知らないんですよ。知らないって言うじゃん。知らないの。ちょっと詳しいみたいな入り口で。知らないですね。あんま知らないですか。はい。じゃあちょっとワジがやや知ってるっていう感じで。でもなんか、最近は、千葉じゃなくても、はい、結構いろんなところに売ってるっていう情報は聞いたことあります。さすがマネージャー。いろんな、そういう情報はね。うん。まあ、ぜひぜひですね、ゆいさん知らなかったみたいなんで、マックスコーヒーのね、こともちょっと教えてもらえればと、思いましたと。甘いんだね。ロング感。ロング感で、黄色と黒っぽい色の缶ですよ。なるほど、ちょっと謎ですね。ゆいさん、そこにペンある？ペンあります？じゃあちょっとこれをやってみよう、読んでみようかな。皆さんもやってみてください。京都のラリゴさん、男性中学生。竹内優子さんの誕生日は4月1日です。そこで、その数字401を紙に書いてください。401を紙に書いてください。皆さん書きました？書きました。書いたら、その401と書いた上の部分を隠してみてください。上の部分を隠してみてください。そうすると、アルファベットで、ゆいという四字に読めないでしょうか？ゆいさん、401と紙に書いてください。書きました？はい。その上の部分を隠してみてください。ちょっと早いや。え？ゆいになりましたか？
ならないかい。ならないね。4の書き方に個人差があるので、Y にちょっと無理がありますが、どうでしたか？やっぱりゆいさんと竹内優子さんには縁があると思いました。だって。すごいね、これね。バツ、ユー、アイになっちゃう。うん。そうだね。わかるよ。バツじゃないと思うけど。うん、そうです。こんなお便りもいただいてましたが。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ゆいさん、今日はですね、うん、前回、うん、ラブ&トゥルースを、うん流しまして、はい、それでですね早速なんですけれども、うん、カップリングがね、うん、どんな曲なんだと、うん、もうそのやっぱりゆいさんのシングルは、うん、カップリング楽しみにしてる人もやっぱ多いので、うん、どんな曲かっていうのをちょっとゆいさんにちょっと一言なんかこうもらえたら、うん、まあでも弾けている曲ですよね。まあ、ライブで演奏したら気持ちいいと思ったりとか、あともう全部壊しちゃいたいって思ったらぜひエレキでかき鳴らしてほしい曲ですね。なるほどね、うん、ちょっとラブ&トゥルースとはまた違った面を持っている、はい、この曲をゆいさん、はい、初出しですねこれは。はい、じゃあ曲紹介をしてもらっていいですか。では、はい、聞いてください。ゆいでジャム。ラブ&トゥルースのカップリングの曲ジャム聴いていただきました。いやーかっこいいじゃないかい。素晴らしい、ね、かっこよかった。これかっこよかったね。かっこよかったですね。マジ素晴らしい。素晴らしい。身内スタッフで大絶賛みたいになっちゃってますけども。まあ、はい、ね、ゆうさんこうかっこいい曲作ってくれるからこれもみんなね嬉しいですよ。よろしくお願いします、はい、いやいやいや、ゆいさん今日また、はい、スタッフの、はい、マジに続きまして、またスタッフを明かしてしまいましたね。一位が、はい、お邪魔しちゃいました。お邪魔しね来てくれましたけども、はい、ゆいさん、あ、楽しかったです。ありがとうございます。じゃあまあ、はい、マジでした。どうも、今後もよろしくお願いします。そして一位でした。どうも、一位でした。何も考えてないまま振られちゃったみたいな感じのね。みんな陽気だね本当にね。はい、うん、いやいや、ゆいさんね、はい、またスタッフを紹介してしまいましたけれども、はい、今回の仲間たちでいいんじゃないですか。はい、今日も終わりの時間に近づいてきましたよ。ゆいラジオも25回目に、ね、なりましたが、皆さんいつもありがとうございます。私の愉快な仲間たちをまた一人、ね、スタッフを紹介してしまいましたが、うん、今後ともぜひゆいラジオ、そして愉快なスタッフを皆さんよろしくお願いいたします。皆さんからの質問やちょっといい話、笑える話、普通のお便りを募集しています。あと夏休みの面白い過ごし方や目標など、うん、ぜひぜひかき氷食べるぞなどぜひ聞かせてください。またできるだけ更新していきたいと思っていますので、ありがとうございました。ゆいでした。バイバイ。アデュース。朝のホームで電話もしてみた。でもなんか違う気がした。写真は全部